背景この場所からも何度目の手紙になるのでしょうか。おい逃げてくれ。遭難した人を助けようとして父さんが死んだの。スミレ小屋俺がやるよ。え？取るには無理よ。山小屋はあなたが思ってるほど生優しいもんじゃない。そんなこと分かってるよ。分かってないわよ。自分で決めたんだ。一歩一歩負けないように。自分の足で歩いた距離だけが本物の宝になるんですね。五郎さん、そばにいるからね。五郎さん絶対死なせない。五郎さんは俺の親父代わりなんだろ。それに掲げた夢は黒のように春を背負ってどこかに行ってしまったけれど